レスバイレオ松本。今日のフレーズはこちら。今日は、超初心者始めたての、人誰でもこの3ステップさえ踏めば、ハンドパンを簡単に演奏できるようになる、魔法の3ステップ紹介していきます。はい、それでは早速解説していきます。まずハンドパンの一番低い音をおへその前、一番高い音をおへそから遠いところに置いてください。それでは、ステップごとに解説していきます。ステップ1、まずはここのディング、突起物のディングの周りのトーンフィールドを使って右左右左、数を数えながらやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。この8回をワンセットで繰り返していくっていうのは、楽器と仲良くなるため、音楽をこれからやっていくために、必要な基本的な、数の、流れになっていくので、ここは、簡単に押さえましょう。ここまでできた方は簡単ですね。1、2、ディングを入れていきます。ステップ1はここまでです。簡単ですね。ステップ2に行きます。ステップ2は、今の叩いてた左手を、どっか好きなノートに置きましょう。それで全く同じことをします。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。ここまで簡単にできた方は、左手は自由に動かしてチャレンジしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。こういった声です。ステップ 2.5 いきます。ステップ 2.5 は 1、2、3、4、5 のところで右手スネアを叩きます。スネアどうやって叩いたらいいか、どこを叩いていいか分かんない人は、スネア編の動画をご覧ください。スネア編の動画をご覧になったあなた、5の場所でスネアを打ます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。できますね。ステップ3まで来ればここまで簡単です。左手を自由に動かしながら、右手のディングとスネア以外のところ、ハンドパンのノートを叩いていきます。できましたね。これ3ステップに分けて解説した超初心者でもすぐにハンドパンが叩けるようになるためのエクササイズをご紹介しました。こういうレッスンやってほしいとか、こういうことを解説してほしいっていう動画があったら、バンバンコメントで教えてください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ハンドパンのレッスンを受講して上手くなりたい方、ハンドパンの購入を考えている方、 LINE 登録に登録お願いします。それではまた来週お会いしましょう。